ホーム駅舎線路側の様子西栄駅は、鹿児島県南九州市栄町牧野内にある、九州旅客鉄道いぶすき枕崎線の駅である。A 地区の中心に最も近く乗降客が多い。島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームの A 方の端から駅舎へ、構内踏切が伸びている。駅舎側が一番乗り場になっている。コンクリート造りの駅舎は小ぶりだが、 山川駅から先で駅舎が残っているのは枕崎駅を除けば東駅のみである。駅舎に掲げられている、いぶすき枕崎線西駅という看板はここで、ロケをした2時間ドラマの撮影の際に取り付けたもので、ある。駅名標は、独自デザインのものに更新されており、開門岳と池田湖を泳ぐ怪獣石井があしらわれている。簡易委託駅。 常備券を駅舎内の窓口で販売している。手売りの入場券が残っている。山川駅枕崎駅間で唯一列車交換設備を有し、いぶ枕崎線運行場のようとなっている。いぶ方面からの当駅での折り返し列車が設定されている。折り返し列車は2番乗り場から発車する。1980年代の DD16K ディーゼル。 機関車プラス12系、客車2両、無害車トラ7000系改造トロッコ車両の3両による、臨時トロッコ列車、アドベンチャー号、2007年頃運転されていた、鹿児島中央西栄間の普通列車、伊勢尾号が当駅で、山川駅方面へ折り返していた。周辺は、A の中心街、市役所主や高校などが近い。ありがとうございます。